21をお聞きの皆様、いつも FM21 をお聞きくださいましてありがとうございます。いつでもどこでも皆様から愛される FM21 を目指してスタッフ一同頑張っております。ご意見ご感想などどしどしお寄せください。 FM21 は皆様の放送局です。皆様こんばんは。本日から始まります新番組沖縄の真実。私はメインパーソナリティの陽子と申し上げます。よろしくお願いします。初めてなので非常に緊張してお聞き苦しい点もあると思いますが、よろしくお願いいたします。この番組は沖縄対策本部が提供しています。この番組では沖縄では報道されていない真実が数多くあります。でその中から一つ一つ取り上げて討論していきたいと思います。それでは本日のアシスタントを紹介します。どうぞ。はい、沖縄対策本部の悟と申します。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、沖縄対策本部の沖縄の事務局をさせていただいている雅美と申します。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄対策本部がお送りいたします。それではこの番組の意味を、サトルさんの方から少しお話ししていただけますでしょうか。はい、ですね、よろしくお願いいたします。沖縄対策本部って、生々しい名前なんですけれども、実はこれブログの私のやっているブログの名前なんですね。なぜ沖縄対策本部を作ったかというと、沖縄には、いろんな問題があるんですけれども、これ一つ一つ見ていくと沖縄だけの問題ではないんですね。沖縄だけの問題ないということは、どういうことかと申しますと、沖縄の問題、大きな問題、基地問題、それから尖閣諸島問題、それから教科書検定問題、もろもろあるんですけれども、よく考えるとこれは日本全体の問題、日本の国家の基本に関わる問題なので、これは誰かが対策本部を作らないといけないだろうということで、ブログで、沖縄だけではなくてですね、全国に向けてインターネットの世界ですので発信しておりました。それがひょんなことから、縁でラジオ番組を、どうですかというお話を、知人の友人の方からいただきましたので、今回、願ってましたというばかりに沖縄対策本部提供で沖縄の真実という番組を、始めることにいたしました。じゃあどのような番組にするかというのはまだまだ始まったばっかりですので、視聴者の皆様と意見をやり取りしながら、こんな番組にしてほしい、あんな番組にしてほしいという意見がありましたら、どんどん受け入れていきたいなというふうに思っております。以上です。どうか、まだ慣れないのでいろんな、失敗あるかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今沖縄で一番大きな問題とは何でしょうかね。はい、サトルですけれども、今毎日、沖縄だけではなくて、全国の新聞見てますと、オスプレイという新しい海兵隊の新しい航空機ですね、ヘリコプターでもの機能も持ちながらも固定翼、いわゆる普通の航空機の機能も早く飛べるという飛行機の配備について、大問題になっております。これが今一番大きな問題かなと思っております。でもう一つはなかなかニュースにはなっていないんですけれども、与那国島自衛隊配備、こちら予定をしていたんですけれども、今、数年間かけて誘致をしてきたんですけれども、それをもう一回住民投票をやろうという動きが出ております。これが二つ目の大きな問題かなと思っております。で一貫して十何年間問題として抱えているんですけれども、普天間の問題、辺野古移設の問題、これも大きな問題かなと思っております。でただし沖縄では沖縄視点、沖縄という島の中を中心に見た報道しかしていませんので、じゃあこれが一体、日本全体の安全保障にもとってはどうなのか、でもしくは東アジア全体の安全保障にとってどうなのか、もしくはアメリカの側に立って、アメリカの戦略的な位置づけから見てどうなのかと、そういった議論が全くされていませんので、そういったところを踏まえて、自分たち私たち沖縄県民が
や実はこういう客観的にこういう立場に置かれているんだよということを本来議論するべきじゃないかなというふうに思っております。まさみさんの方今、はい、県内の問題どのように捉えてますか。ですね、県民問わず政治家報道の関係の方々が沖縄県民の感情を優先にして、世界の沖縄という立場を忘れてるかなという感じで、オスプレイも要するに世界情勢に対してなぜ沖縄なのかというところが問題視をかけていると思います。沖縄県民が反対していると、で世界情勢のためにどういった貢献を沖縄がしないといけないのかと、そういう議論がなされていないというふうに感じます。まあ与那国に問題にしろ、要するに、那覇市から600キロの県内で要するに防衛問題を語っていないと、なぜ与那国に自衛隊配備が必要なのか、はい、そこら辺をもうちょっと検討したいと思います。そうですね、多角的な面からもうなんか見られてないですよね。はい、私沖縄対策本部というブログでも随時発信してるんですけども、沖縄県民が知らないといけない一番情報の発信源もしくは発信国っていうのは実は、お隣の中国、中華人民共和国だと思うんですね。はい、いろんな沖縄の尖閣諸島の問題と始まってから、私実はもう日本の新聞だけでは、全然情報が不足して正しい判断ができないというので、はい、中国語全然勉強もしたこともないんですけれども、中国のサイトでどのような報道をしているのか、尖閣諸島に対してどのような報道をしているのか、そういった情報を収集するために中国の新聞サイトに入って、そこで Google の自動翻訳とかいろんな翻訳ソフトあるんですね。はい、一つだけではなかなかちゃんとした日本語にならないんですけども、簡単な中国語の文法とかそういうのをちょっとずつ勉強しながら翻訳をして情報収集してるんですね。そうしたら日本の報道と中国の報道もしくは、共同通信という通信社が、香港から発信して日本での報道している情報と、中国国内での報道、ものすごく大きなギャップがあって、あれ一番日本人が必要な情報が実はこの日本の通信社伝えてないんじゃないの、おかしいなというような目で持つようになりました。はい、それ以来、沖縄に関してどれだけ中国が関心を持っているのか、はい、尖閣諸島にも対してどれだけ、本気で取り組んでいるのか、そういった情報が分かるようになりました。はい、でオスプレイに関しても同じですね。はい、沖縄ではオスプレイと尖閣諸島というその関係つなげて報道はしていないんですけれども、はい、で党の中華人民共和国の人民日報とかですね、こういったところは向こうのテレビはオスプレイは尖閣諸島が防衛配備圏内に入っていると、これは、まずいぞというようなテレビ番組をやっているんですね。これ、沖縄県民がこそが見るべきかなというふうに思ったりもいたします。なんだか日本の報道がものすごく遅れてるなっていう感じを受けるんですけれども、はい、東京から見てっていうんですよね、東京から見て、日本自体も遅れてるんですけども、はい、特に沖縄ですかね、はい、沖縄のマスコミ環境っていうのは、例えで言えばですね、例えで言えば、目が塞がれている、耳も塞がれている、見えないと、よく北朝鮮とか私たち見ると北朝鮮の人ってなんかもうなんかプロパガンダ番組みたいなものばっかりを、見させられてかわいそうだななんて思ってるんですけども、実は私たち沖縄に住んでる人は北朝鮮のマスコミ関係と何も変わんないんじゃないのと、変わんないんじゃないのと、そうですね、共産主義国はかわいそうだななんて思ってる場合はないですね。でもまだインターネットとかいろんな情報の入手の方法はあるんですね。それ沖縄県民でアンテナが高くって、沖縄のマスコミ関係おかしいよと、まずいよと、沖縄もしかしたら今危ないんじゃないのと気がついたと、今度情報発信しようとするとですね、今度は沖縄の中で口が塞がれちゃうんですね。で目も塞がれて耳も塞がれて、でそれでもアンテナ伸ばして情報を取ったら、今度は発信しようと思ったら口も塞がれちゃうんですね。そういう不思議な情報環境にあるなというふうに思ってます。今ですね、琉球新報の今日の一面なんですけど、ヘリ激突とかっこテロかと、これが2004年の報道を、今テロが起きたような
感じの報道、一面パッと見た感じ、そういったこういった新聞報道もされているという形で、なんかおかしいなというふうな僕は感じます。これこそ本当に表現の自由なのかな、何なのかなと。真実、今のことを報道しないといけないのを、もう十何年着のを今起きたというような新聞報道、ちょっと疑問に感じますね。じゃあ今まあ、せっかくの機会ですので、今中国で沖縄がどんな風に報道されているのかちょっと話してみて、知りたいです。いいですか、はい。まあ、私のブログもし視聴者の方で読んでる方いらっしゃいましたら、まあ、何度か聞いたことあるかもしれないんですけれども、まずですね、最近7月に入って、まあ、先月ですね、7月に入ってから中国の方だがかなり過激になってきたんですね。でまず7月の上旬に中国の羅燕少将、羅燕というのは羅生門の羅って書いて応援の縁ですね、援護の縁、羅燕少将という現役の人民解放軍の少将がいるんですね。でその方が、尖閣諸島を、まあ、しっかり支配をするための六大戦略というのを発表したんです、六大戦略。これ人民日報でも報道されて、まあ、まずはテレビで出たので、まあ、それは私テレビの字幕を訳してブログにも載っけたんですけれども、その一つ目、この尖閣諸島を中国台湾宜蘭県の宜蘭県釣り魚鎮鎮ってのは鎮痛剤の鎮って書くんですけれども、この鎮ってのを調べるとどうも小さな町っていう意味があるんですね。要は尖閣諸島を中国の台湾の宜蘭県釣り魚町みたいな感じで中国の行政区にするよということを発表したわけです。これいわゆる、まあ、普通の国で考えればもう宣戦布告ですよ、普通の国で考えれば。で、まあ、六大戦略でそれ一番目なんですけれども、この一番目が一番大問題なんですね。でこれ、まあ、口だけ、まあ、日本にはよく口だけ番長はと言われている方々いますけれども、どうも調べるとこれまた口だけ番長じゃないんですね。どういうことかというとですね、南沙諸島ありますよね、南沙、南沙諸島というのも3つぐらいあって、まあ、南沙、西沙、東沙ってフィリピンの方ですね、はい。まあ、南シナ海の島々がいくつあるんですけれども、はい、この羅燕少将という方が3月の上旬、人民代表大会とかがあった時期に、南沙諸島に対する五大戦略というのを実は発表しています。で内容はほとんど一緒です、東シナ海、まあ、尖閣諸島に関しての方が一つ多いんですね、この一つって後ほど喋りますけども、この3月に発表したのの中にもこの三沙、この3つの南沙諸島を行政区にするっていうのを宣言したんですよ、でこの宣言したのがですね、6月の末には中華人民中国政府がしっかり三沙市ですね、3つの三沙諸島の3、この3つ含めて三沙市という名前をつけてですね、中国の行政区にもしっかり決めちゃったんですよ、三沙市っていうね。でもうそれで市長を選挙するって言ってるんですね。どっから市長を連れてくるかは分かりませんが、選挙をする、いや三沙市にしたんで、市にしたら市長を決めないといけないわけですよ、でこれどっから連れてくるか分かりませんが、そこまで言ってるわけですね。これもびっくりする話ということは、尖閣諸島に関しても何ヶ月後か、7月に発表したので、もしくは10月もしくは11月、その時期には中国が尖閣諸島を、これはもう私たちの行政区で市長を決めるぞということを言い始めるかもしれないという状況に今置かれてますよと。これを沖縄県民に、このニュースはですね、実は人民日報の日本語版にもきっちり分かるよ、日本人でも、中国の分からない日本人でも読めるようにちゃんと、インターネットできる方は人民日報日本語版で検索してみてください、人民日報日本語版 で、はい、でその中で、羅燕少将というキーワードで探せば引っかかりますので、はい、この六大戦略全文をですね、日本語で読めますのでぜひ見てみてください。また台湾が梅球でしたか、この間の報道では、魚釣島は要するに日本に対して共同開発を申し込んであると、それの返事がまた日本から来ないという、またそういうことをまた売却が発表しているということも大変な問題じゃないかなと思いますね。本当なんか知らないところでいろんなことが起きてますね、本当に、
このあと2つ目ですね、はい、2つ目がまたですねこれびっくりする話なんですけれども、尖閣諸島を中国軍の、演習区に設定をするということですね、はい、演習区。でこれ3月には実はこのライン少将という方はテレビ番組で、はい、この東、尖閣諸島を、演習区に設定するべきだというのを発表してたので、まあ、2回目の、まあ、ダメ押しの発表ですね。でその中でどういうことを言ってるかというと、尖閣諸島ミサイル発射訓練所もしくは、まあ、彼らの空軍の射爆場、まあ、射的場って書いてましたけども、ミサイル この射撃場ですかね、まあ、射爆場ですか、航空機があるんですから射爆場に設定をするということを言っております。で3つ目4つ目、ざっといきます。3つ目はですね、経済開発を本格的にやると。尖閣でですか。企業グループ企業集団を作って、尖閣諸島の開発をするということを言っております。どういう開発をするか、まず第一番目が石油、うん、石油の開発をするぞと。レアメタルがなんかたくさん、レアメタルも出るんですけども、書いてあったのは石油の油田の開発って書いてましたね、油田の開発。そして、あと2つは漁業と観光、これの企業集団を作って、この尖閣諸島を開発すると、それをやることによって中国の尖閣諸島に対する主権を明確にしていくと、ということを言っているわけです。これはちょっとこれ、まあ、特に八重山の方とか、ね、あの離島の方が聞いたら非常に腹立たしいですよ ね。これ日本語に訳しているのに、あのどの日本のメディアも、特にこれ沖縄県民が知らないといけないじゃないですか。そうですね、自分たちの置かれた立場ですから、これを簡単に言えばあれですね、実行支配系政策を発表したと、そういうことですよね。これもうちょっと分かり、政策発表ということですね、まあ、実行したい政策ということは分かりやすければ宣戦布告じゃないのというふうに思うわけですね。もうそれに対して政府はどうするんでしょうか。どうするんでしょうね。まあ、上陸申請を、山谷恵理子さんとか、ああいう領土議員連盟の方が八重山、あの遭難された方ですかね、R の慰霊祭を、ね、まあ、今月18日ぐらいにやるというお話聞いたことあるんですけれども、はい、どうも聞くところによると、それに対してのまた上陸申請をしたんですけど、どうも許可が下りないっていうんですよね。不思議ですよね。一応中山石垣市長は要するに東京都が購入した後、要するに護岸工事の要するに看板を集めている石垣で集めてますよね。それも一応一つの実行支配計画ということも、あ、これは、まあ、日本側の実行支配計画ですよね。だから今はもう中国の尖閣諸島の実行支配計画と日本の尖閣諸島の実行支配計画が今もう対決しているということで、もう実際戦争が始まっているというような状況だと思うんですよね。だから報道では、結局新聞報道でも石垣のこう、あの中山石垣市長がこういう政策をしているということをもっとアピールしてくれれば対抗策というのは出てくるけど、マスメディアでもそこら辺を抑えているというのがちょっと残念だなという感じしますね。あとは中国の方で、あの六大戦略の一つですけれども、もう一つは中国版の海上保安庁みたいなものをもう少し、はい、あの増強したものを作ると、ということを言ってますね。バンバン推し進めてますね。そうですね。で実はあのもうすでにやってることあるんですよ、みんな知らないけど。もう始まってることあるんですよ、実行試合が。何ですか。天気予報。あ、前に聞きましたけど、実際やってるんですか。もう6月1日から始まってます。尖閣諸島付近の天気予報は明日は晴れ、明日は雨ってやってるわけです。これ日本やってない、気象庁やってないですよ。なんか許せないで、ね、で日本の漁民が尖閣石垣島の天気と尖閣諸島の天気当然違いますから、分からないですね、漁民も。石垣島明日は波が高いのか低いのかも分からないですし、だから日本の漁業の漁民のためには日本政府は、気象庁は、天気をやるべきなんですよね。そうですね。中国やってるんですよ。もう6月1日からなんか全然負けてますね。本当は先手先手でやらなくちゃいけませんよね。こういうことはですね。そういうふうに進められてるっていう、その沖縄県民になぜか情報が伝わってこないと、これまずいんじゃないのということですよね。
はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとお話変わりますけれども、昨日ですね、名護市の方で集会がありまして、今日は沖縄の漁師に、記事が載っておりますので、琉球新報さんの方をちょっと読まさせていただきます。島袋前市長ら移設推進訴え、名護で250人集会、名護辺野古区民の真実の声を全国に広げる市民集会同実行委員会主催が8日名護市民会館で開かれた。県内外から約250人が参加した。1辺野古移設の早期実現、2北部振興政策の拡充、3辺野古区は移設容認だと全国に伝える、4テント村の撤去を決議した。実行委員は政治ブログ沖縄対策本部を中心に構成しており、辺野古区は参加していない。登壇した島袋義和前市長はオスプレイと移設問題は切り離さないといけないとした上で、北部活性化のためには辺野古移設容認が大前提だと強調した。辺野古区の宮城康秀市議は、辺野基地反対協議会が座り込みしているテント村について、区民が周辺の海岸を散策できないとして撤去を訴えたという内容になっております。実際昨日どんな感じだったのか少しお話しいただければと思いますが、はい、じゃあ私正美がやる。最初にですね、沖中楼の、創始者である、伊佐慎一郎先生が、どういった内容を話したかと言いますと、一応現在沖中楼の相談役となってますけど、結局沖中楼と前中楼の違いをこうあったということで、赤旗を振る前中楼には同じ労働組合とは得られないということで沖中楼を作ったということで、あとはまたいろいろな米軍基地とかそういった政治的な動きやいろんなことを述べたということですね。あとまたあと誰でいたっけ、その後あとスライドで宮城市議、うん、とあとうちの弟である悟が、プロジェクターを使って、いろいろテント村の実態内容、隠された問題とかそういったことを発表したということですね、うん、大まかに言えばそういった形でした、うん、それでは実際登壇していただいた悟さんに、まあ、今ラジオを聞いている方にもお話ししていただければと思いますが、はい、まず今回琉球新報社さんの記事を読んでいただいたんですけども、どうも掲載していただきまして本当にありがとうございます。まあ、いろんな沖縄でこういった集会、まあ、他の集会も参加したことはあるんですけれども、これだけ、掲載していただくのは初めてかなというふうに思っております。ありがとうございました。はい、まずこのテーマなんですけども、辺野古国民の真実の声を全国に伝える集会ということで、これまずどういう意味かというとですね、辺野古区民は、まあ、条件付きということはあるんですけれども、まあ、自分たちの町村の発展ですね、はい、まあ、そういったものを願いながらも、あともう一つ国策であるならばということですね、まあ、ちゃんと日本政府の国策であり、はい、自分たちは条件付きで、受け入れるよということを、はい、まあ、始終一貫してずっと訴え続けてきているということなんですね。はいはい、でこれ実はこのことをですね、ある、まあ、国会議員、まあ、東京に今大臣になっているような方に実はこれお話したことあるんですね、うん、辺野古組は実は、受け入れ賛成ですよと、はい、で今民主党の国会議員ですよ、えって驚いてるんですね、知らなかったって言ってるんですよ、こんな当たり前のことも、まあ、沖縄でももしかしたら辺野古組って受け入れ賛成だったのということを知らない方もいるかもしれないんですけれども、これがまず知らないんですね。ですから国会議員が知らないということは民主党の国会議員知らないですね、辺野古国民、辺野古の地元の中の地元、基地負担基地負担と言ってるんですが、まあ、もし、ま、万が一ですね、キャンプシュワーブに新しい基地を作って、うん、なんか航空機が墜落をしたという時に真っ先に被害者になるのは、うん、
辺野国ですよね、辺野国の区民です、はい、でその辺野国区民は一貫して実は賛成、受け入れ賛成しているわけですね。で名護市が反対の主張が通ったんですけれども、名護市の人口ほとんど東シナ海側ですよね、で辺野国は太平洋側、はい、で辺野国の、人口、1700名です、はい、名護市の人口どのぐらいでしょうかね、5、6万人ですかね、おそらく、まあ、5万か6万かそれぐらいだと思うんですけども、で本当の地元は辺野国ですね。で基地負担って辺野古に飛行場が新しく作られて、名護市 の市役所の周りに住んでる人なんか基地負担ありますかっていうと、なんかありますかね、分かんないですけど多分ないんじゃないか。なんか新しい基地っておっしゃる、よく言いますけど、もともと基地はありますよね。 あれはなんかそこもちょっとおかしいな。 新基地は作らせない、なんかほら市長が、稲峰市長がよく言いますよね、あ、そうなんですよ、新しい基地は作らさんぞとよく言うけれども、向こう基地あるじゃんって、何言ってんのって、そうです、いつも思いますよ。キャンプシュワブ内に作るんで、新しい基地は新しい、もともとあるんですよ、設備増強ですよね、基地の中の設備増強、だから新基地、新基地というのは間違いだと思いますね、まあ、本当米軍基地の中に何を作ろうが、もう日米安全保障条約からしたらあんまりつべこべ言う立場には本当はないのかなと思うんですけれども、まあそれ、まあ、反対派の人に言ってみればアメリカの言いなりだと言いたいのかもしれないですけれども、でもそれの一番負担を受ける辺野古の人たちは賛成なんですね。そうですね。じゃあ誰が反対で言ってるのっていうので、一番反対を叫んでるのはテント村って言われてるところですね。でテント村、村じゃないですよね、テントが一つか二つ、テント小屋です、あれ、いや実際行ったことありますけど、これがテント村って、村までないですね、テント小屋、テント小屋かな、テントが一つか二つあって、二つ三つ、ちょっと想像とあまりにも違ってたので本当びっくりしましたけど、そうですね、あそこで焼き鳥とかね、焼きそばとか売ってくれれば、いや、それは違法、もともと違法ですよね。でそれで問題になっているのが、そのテント小屋が、テントが立っているところですね、これは公有地なんですね。ですよね。名護市の護岸施設ということで、名護市が管理しているんですね。もともと県の土地なんですけど、名護市の方が管理をして、管理権限は名護市にあると、でそれを、申請をしないで勝手に作ってるわけですね、で向こう行くと何日間経ったっていう、なんかこう日めくりカレンダーみたいに何日何日って、この、まあ、海上基地阻止闘争何日ってこう書いてあるんですけども、まあ、これが今3000何日超えてるんですね。で8年以上不法占拠してるんです。不法占拠、じゃ辺野古の人たちはじゃこのテントをどう思ってるのかというと、実はテントの近くに、あそこは漁港施設ですので、まあ、向こうの青年の人たちが、まあ、漁師やってる方がいるんですね、でそういう方にお会いして確認をしたことあるんですけれども、だけど少し今ちょっと話変わるんですけど、島黒前市長 の北部振興の話で、鉄道ですか、それに那覇からこう作っていくんじゃなくて、名護から作ってくると、でそれどういう理由かって言ったら、要するに那覇市から鉄道を作ると買収に時間かかって、なかなか進まないと、それよりも名護から金、辺野古金とやっていけば買収が、土地買収が、ね、もう進みやすくて、こうボン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 進んでいくという、これもなかなか考えたるもんだなと。そうですね、だから鹿児島福岡線も、要するに鹿児島から進めたから、新幹線鉄道も時間かからずにできたという、よう考えたなというね、それもなかなか、マスコミではなかなか報道してくれないと。じゃあ今のちょっとさっきの話に戻して、テントの方ですね、テント村のですね、はい、まあ、テントに漁港の青年に聞いたら、やっぱ地元の方どれぐらいいるんですかってこう聞いたんですね、そうしたら、いや、いませんよと。いないんですね。いませんよって言ってましたね。でテントの人にも聞いたことがあるんですよ、地元の方どのぐらいいるんですかって言ったら、まあ、半分ぐらいですかねっていうようなことを言うんですね。どちらがいらっしゃる、地元の方ですかって言うと、俺は地元の方だっていうテントの方は言うんですけど、でも地元の方に聞くと、やっぱ地元どうもいないって言うんですよ。だけどもずっと反対ってやってるわけですよね。で辺野古の方々はもうそれで、自由に散歩もできないと、
まあ、昨日宮城市もお話しされてましたけれども、はい、もう自由に散策できないと、はい、もうなんか散歩してもテントがあるからもうそこでぐるっともう折り返して怖くって、なんか不気味だから怖くって帰っちゃうっていうんですよね。まあ、辺野古の人にとってはもう本当邪魔で、その青年の方が今日言ってたのは、はい、いや実はあの辺野古って昔から米軍との交流が深いんですよということも、でもどこもそうみたいですよね。普天間もそうですしね、あのエーサー一緒に米軍でも、はい、米軍でもエーサーチームとか作ったりしてますよね、エーサー大会の時とか、ね、で知らない人は全く知らないですね、そういうことはですね、実際聞いてみたらすごくいろいろやってると、辺野古はもともとキャンプシュワブ、これ昭和30年代に、土地を接収されて作ったわけじゃなくて、実はあの北部の東海岸というのは何もないんで、誘致して作ったんですもともとキャンプシュワブっていうのは。でそれ以来あの辺野古の第1班第2班ってあるとか、その区の班ですね、まあ、それぞれ町内の運動会とかやるときとかに辺野古あの海兵隊員は、しかキャンプシュワブは第11班として運動会にも毎年参加して、小学校の運動会とかもあの近くの消防署 の、あの団員さんがあのリレーで出たりとか、はい、そういった感じですね、はい、じゃあそうですね、なんか楽しそう、名護市辺野古のホームページっていうのはもしあのインターネットやってる方はぜひご覧ください、そういう辺野古は米軍と交流ありますよっていうところも辺野古のホームページにですねわざわざちゃんと写真付きで載っけてます。で問題は辺野古の人たちが実はこの転居がもうテントがあまりにも邪魔なんで、撤去要請を出したんです、要請を出したわけですね。撤去要請を名護市長殿っていう名前付きで、市長に出したわけですね。市長に出したんです、もう再三撤去要請をしているがあの話し合いの折りがつかず、この署名を持って撤去要請とさせていただきますと、いうことを出したんです、はい、でそれで今今現段階 どこまで話を進んだかというのは最新はちょっとまだ掴んではいないんですけども、その要請を出した直後では、議会でも喧喧学々してるんですね、はい、でこの名護市長は、名護市としてはどういう判断をしているかというと、この転倒は、不法占拠ではあるけれども、表現の自由、集会の自由があるから、強制撤去はできないと至らないということで、強制撤去まではやらない至らないと、だから、三者会談をしましょうという話になってたんですね、三者っていうのはこのテント村の、村という表現正しいかどうか分からないですけど、いわゆる村長みたいな人がいるわけですね。この村長がいて、そして辺野古の区長がいて、名護市の基地対策係っていうのがあって、その三者で対談をすると、話し合いをするというふうなところまではあの話聞いたこと、その後どこまで進んだかっていうのはちょっと私わからないんですけども、でもテントがあるっていうことは、撤去っていう判断にはなってないということなんですね。話し合いって言っても彼らはもう、こもりたくてこもってるんで、でも完全に撤去しろって言ってないって昨日も宮城にも言ってましたね。ちゃんとこの漁港施設じゃなくてもうちょっと陸側の方に引っ込んだところに彼らの集会所みたいなのがなんかあるんですね、ちゃんとそこに移動してくださいと、もう帰っていなくなれとまでは言ってないですね、ここに移ってくださいと、ここは散策したいから、市の土地だからここにはいないでここに行ってねという、その、人権無視するようなことを言ってるわけでもないんですよね、でもなぜか彼らはそこに必ずいるというようになってるらしいです。すごくでもいいところですよね、向こう。そうですね、ビーチでしたら最高ですよね、で今海兵隊のところですね、フェンスがあっていろいろ張られてるんですね、ですけれども地元の方に聞くと前はああいうフェンスなかったんですよ。ああそうなんですか。なかったんです前は、鉄条網みたいなのあったんですけども、きっちりフェンス立てられてなかったので、実は地元の方は海兵隊の海岸べりですけど、基地の中に勝手に入って、金網がなかったか、もうフェンスなかったんですよ。自由に出入りできたらしいんですよ、ところがこういう反対の人たちのああいう運動とかなんとかがあるん で、米軍からしてみればもう、世界中でテロとかがあったりするんで、その辺もこういう、反米の人たちがいるのでちょっと危険を感じてこうフェンスを、それでも当然のことでしょうね、だから地元の人は米軍と信用関係がずっとあって、地元の方は出入りできたんですよ。
ああそれすらもじゃあ今できなくなっちゃったんですね。ねえ、はい、ここでリスナーの皆様にイベントの紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、紹介させていただきます。オスプレイ配備の疑問を解消する講演会、今県内が連日オスプレイの話題でヒートアップしている。そこで以下のように専門家を招き、配備の賛否を問わずにオスプレイに関する疑問を解消するための講演と質疑の会を設けました。皆様ふるってご参加ください。日時平成24年8月11日土曜日、開演16時30分、会場18時、場所は沖縄県立博物館美術館3階講堂、入場料無料、定員200名、予約優先。問い合わせ先、オスプレイの配備について考える県民有志の会、電話番号070-5484-4617、西コリンまで。以上です。ありがとうございました。今日初めての番組なんですけど、早速第1号のメッセージが入ってまして、非常に嬉しいんですが、ちょっと読ませていただきます。こんばんは、ラジオネームカメさんです。沖縄のいろいろな問題を論議するところで認識していいんですか？また来週もあるの？もしあったら自分も参加したいです。よろしくです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは悟さんも時間も押し迫ってますけど、昨日のですね、お話を少し登壇した時の話をお願いします。はい、また YouTube でもおいおい流しますけれども、昨日の話した内容を簡単に説明させていただきたいと思います。辺野古のテント村が昨日のテーマですので、この辺野古のテント村、まず疑問なんですけど、なぜ彼らが8年間もそうやって粘っていられるか、ということを話してました。で、いろいろ調べますと、この辺野古のテント村とですね、韓国の左翼、これがどうも連携をしているんですね。これはどういうことかと申しますと、実は韓国の方でチェジュ島、最終島と言われているとこ、島ですね、こちらに、韓国の海軍が、海軍基地を建設を始めてまして、それも全く沖縄と同じなんですよ。韓国の本土の方から基地反対の人たちがこの島にやってきて、反対運動をして、反対運動が盛り上がって、今韓国政府の方が盛り上がっていると。基地建設都市、阻止闘争をしているんですね、韓国の最後の人たちが。で、辺野古通信というブログ、ぜひご覧になってください。辺野古通信となると、辺野古のテント村の方々が作っている、ホームページですね、こちらで彼らの活動が出ているんですけども、そのホームページにですね、今年の4月ぐらいなんですけども、韓国の鉄道の、反対運動している人たちから、辺野古の皆様へということで応援メッセージがあったんです。これはちょうど5月15日に平和行進をやるので、この平和行進に向けての応援メッセージ、こちらいただきました。で、この辺野古通信の、載っているのをもうちょっと調べてみますと、どうも連帯をしているよと、チェジュ島と辺野古の連帯行動みたいなものがあって、海軍庁が反対するんだということを言っておりました。ということは韓国の基地反対と沖縄の米軍反対、どうも普通の頭、証拠はありませんが、おそらく北朝鮮がつながってるんだろうなと、そういうことを話しました。で、スライドを見せて、それで証拠を示しましたので、それは嘘ではないよということを沖縄県民の皆様に、まずは辺野古の問題はもう日本、辺野古の問題でもない、名護の問題でもない、逆に沖縄県民、名護市民、辺野古区民が利用されてるんですよということを、知っていただきたくて、情報を発信させていただきました。まさに沖縄の真実ですね。知られてない真実。先ほどのラジオネームの亀さん、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。お待ちしております。